八戸市公会堂は青森県八戸市内丸にある公会堂。1975年4月30日に落成。延べ床面積は9538平方メートル。総工費21億6500万円。近隣には38条公園。八戸市役所がある。大ホールは座席数1624席。 可動式の天井を下げて1階席のみを利用することで座席数1060席の中ホールとしても利用できる。その他、館内に大会議室、紹介議室、展示室、レストランはアークがある。また、近接している八戸市公民館にも座席数492席の公民館ホールがある。2008年7月に発生した岩手県沿岸北部地震では ホールの天井が落下したため、9月まで緊急補修工事を行った。水槽楽では全日本水槽楽コンクール、青森県大会の開催地を、青森市文化会館に変更した。将来的な建て替え時には、社会の変化を見据え公民館ホールを廃止し、八戸市南郷文化ホールと拡張予定の大ホールに集約する構想がある。会館から、 財団法人八の市公会堂が指定管理者として管理運営していたものの2009年3月に解散。翌月から株式会社アートコミュニティが指定管理者となっている。耐震改修工事のため2019年7月1日から2020年12月31日までの予定で公会堂ホール。 大会議室、小会議室が休館となる予定だったものの、入札の不調により工事開始が繰り下がり8月5日から休館となる。公会堂、公民館の耐震改修工事に伴う休館期間変更について八戸市公会堂、ありがとうございます。